ラシェフはここです。ブラシェフは1600年代ドイツ人がもともと住んでいたルーマニア人を追い出して作った町です。この門の手前がルーマニア人の居住地区、門の向こう側はドイツ人しか入れませんでした。門をくぐってドイツ人が住んでいた旧市街にやってきました。こちらにも門がありました。1600年代の城門です。門のアーチの上に四角い窓が2つあります。ちょうど人間の顔のように見えます。この窓は城門内外の見張り用の窓です。ドイツ人街の家並です。1600年代に建てられたものです。メインストリートから直角に入ってた通りの正面に教会がありました。ユダヤ教の教会です。この辺りはユダヤ人が多く住んでいる地区です。人が二人並んでやっと通れるような狭い道がありました。あの山にはロープウェイがあるようです。ブラシェフに来るときに寄った展望台のある丘です。町の中心地、スファトール広場に出てきました。1420年に建てられた旧市庁舎です。塔の高さは60メートルあります。この塔は町のシンボルになっています。町の紋章は王冠と木の根っこです。木の根っこは周囲が森に囲まれていることを表しています。黒の教会です。14世紀後半から15世紀初頭に約80年をかけて建立されました。屋根の角にこのような子供の像がありました。この教会の建築家の子供が建築を見に来て足場から転落し死亡したので子供を忍んで作ったそうです。1689年にオーストリアのハプスブルク家の攻撃を受け外壁が黒焦げになったことから黒の教会と呼ばれるようになりました。高さ約65メートルでトランシルバニア地方の最大の教会です。建築様式は後期ゴシック建築です。主祭壇です。この教会はプロテスタントのマルチン・ルター派です。4000本のパイプと4つの鍵盤を備えたパイプオルガンです。黒い教会に隣接して高等学校がありました。学生たちは校門前で記念撮影をしているようです。16世紀初頭、ルーテル教をこの町に広め、ルーテル教のこの学校を設立して町に寄贈したオンテルスの像です。また旧市庁舎のあるスファトール広場に出てきました。あの白い塔は黒い塔と呼ばれ、トルコの攻撃を見張る塔です。12個ありましたが、現在は4個しか残っておりません。先ほど見たユダヤ教会の反対側です。元貴族の邸宅です。500年ぐらい前に建てられました。バロック建築の建物です。イタリアの影響を受けています。やっぱりね、こう見ると
ルネッサンス様式です。もう何回も通っておなじみになった青空市場がある通りに出てきました。1759年から行われている市場ということでギネスブックに載っているそうです。市庁舎として建てられましたが、現在は博物館として使われています。県庁です。町の中を歩きながらやっとレストランに着きました。乾杯。ビーフスープです。実にいろいろなものが入ってました。メインはポークシュニッツェルです。早い話がとんかつです。デザートはパパラッシュです。ドーナツにチョコレートがついている感じでした。